ネバー、ロート製薬公式 YouTuber のネバスイココロです。今私がどこにいるかというと、実はロートのオフィスにいるんです。あんまり大きい声出せないんですけど、ごめんなさい。実は今日たまたま会社に早く着きすぎちゃってね、まだ私以外誰も出社してないんだよね。それで、まあ一人で黙々と作業するのもなんか寂しいし、せっかくならネバ社員のみんなとお話しながら仕事しようかなと思って、今これを撮っているというわけです。と言っても、何も考えずに始めちゃったんで、全く何話すかも決めてないんだけど、とりあえず誰かが出勤してくるまで続けるので、よかったら皆さんも一緒にしゃぐし。よかったら皆さんも一緒に作業しながら聞いてください。いやー、でもさ、みんなもそういうことない？なんだかわかんないけど、早く家出れたりとか、逆になぜかわからないけど、家出るのが遅くなっちゃったりとか。ちゃんと朝のルーティーンみたいなのを意識してる人は、いつも決まった時間に出れるんですかね？どうなのかな。ちなみに私は仕事には全く遅刻したことないんですけど、友達とのその遊びとかにはちょっと遅れたりすることあるんですよ。そう。だからその朝のルーティーンとかがやっぱその毎回会社の時もお友達と遊ぶ時も決まってたら、やっぱりちょっと遅刻することがなくなるのかなっていう気持ちもあるんですけど、どうなのかな。で、私のモーニングルーティーン一応あるんですよ。まあ多分女の子みんなしてるかなとは思うんですけど、まあ、スキンケアですよね。でも女の子朝ってどんぐらいしてるのかってめっちゃ気になります。というのも、私ちょっと寝坊しちゃうこともよくあって、その時はあの朝マスクっていうスキンケアのあのスキンにするマスクをするんだけど、それで終わらせちゃう時も実はあったりします。でもまあ基本は化粧水と乳液つけて化粧をする。本当はあのスキンケアって6種類5種類ぐらい使ってるんですよ。それはその化粧水とその後に美容液塗って、その後に乳液つけるんですけど、あとね2種類ぐらいなんかあったんですよあったね。で、女の子大変だなって私は改めて思ったんですけど、どうなんですかね、世の中の女の子はどれぐらいしてるのかな。ちょっとこの後会社の人にも聞いてみようと思います。で、あとですね、ちょっと一つ気になったんですけど、皆さんってその翌日のあの用意って前日にしますか？あの会社だったらほらスーツで出社するとかあると思うんですけど、その私服で出社する会社も多分あると思うんですけど、そういった場合って前日に服決めたりします？それとかあの遊びの前日とかに服決めたりとかします？なんかそこもちょっと気になってるんですよね。なのでちょっと教えていただきたいので、私はその日の朝に全部用意します。はい、これも一応朝のルーティンなのかな、どうなんですかね。あとは朝ストレッチ、これ欠かさずしてます。あ、ストレッチはでも夜にも私するんですよね。で、朝は基本あの肩こうか凝り固まってるので、それをほぐしながらほぐして、まあ、そんな長くやらないんですけど、5分ぐらいかな、やってから出社してますね。夜は腹筋とか背筋とかそこら辺の
筋肉をストレッチか、ストレッチをしてます。みんなも朝からストレッチしたら全然違うので、ぜひともやってみてください。まあそういう感じで体調管理とかには気を使っているんですよ、常に。でも体調管理でやっぱり一番大事なものって言ったら食事ですよね。で最近私気づいたんですけど、お肌にいいのかなって思ったのが、あの納豆とヨーグルト食べると次の日めっちゃ調子いいです。な、そう、で納豆に卵を入れるんですよ、私。卵を入れてめっちゃかき混ぜてから食べるのが大好きな食べ方です、納豆の。皆さん一回やってみてください。そのままで食べるのもいいですけど、ぜひ卵をかけてから食べてください。めちゃくちゃ美味しいです、本当に。で、あとはやっぱ睡眠もめちゃくちゃ大事ですよね。で、まあなんだろう、たくさん寝ることも大事ですし、そのしっかり寝られるための工夫としてパジャマにきちんと着替える、これめちゃくちゃ重要です。で、普段着をパジャマにしてる人もしかしたらいますかもしれないんですけど、ちゃんと専用のパジャマを着ることで気分が変わって睡眠モードに切り替わるらしいんですよ。なので皆さんちゃんとパジャマに着替えてください。あ、ちなみに私はシルクのツルツルのやつとか着てます。まあ、あの普通のあのコットンのそのパジャマとかも着るんですけど、ぜひ着替えてみてください。あと10時から2時の間はお肌のゴールデンタイムなので、絶対にこの時間までに寝ることを心がけてください。難しいかとは思うんですけど、絶対に心がけてください。あとなんだろうなぁ、あ、私この仕事しててよかったなぁって思う場面はいろいろあるんですけど、特に健康とか体のメンテナンスについての情報を詳しく知れたときは、この仕事やっててよかったなーって思いますね。皆さんもきっと、あ、この仕事しててよかったなーっていう瞬間あると思うんですけど、どんな時に思うんですかね。いや、いろんなことを聞いてみたいっていう、なんか一人で喋ってるとこう聞いてる方のいろんな情報気になってきますね。聞いてみたいって思っちゃいます。で、まあお話戻るんですけど、まあお仕事で楽しい習慣ってやっぱ一個だけじゃないんですよね。たくさんあると思うんです。まあ例えば私で言うと、薬局とか、まあ、コンビニとかロートの商品売ってるじゃないですか。その売ってる商品を手にしてお客さんがねレジへ行く姿を見るとめちゃくちゃ嬉しいです。あ、使ってくれてるって思いますね。自分の普段の頑張りが本当になんか実ったって感じがします。ですので、そういう時本当に嬉しいですね。なんか友達とかその親とかに、今日あのロートの商品買ってくれてる人いたよってなんか謎に自慢しちゃったりもします。あとはそうですね、やっぱ YouTube 活動させてもらってるじゃないですか、こうして。で、この YouTube 活動を見て面白かったよとか、いや、この企画いいよねとか、素敵だよねとか、可愛いよねとか、面白いよねとか、いっぱい言ってくれることがもう何よりも嬉しいです。で、その YouTube の、そう、動画を見てロートの商品使ったよっていう、もうコメントとかツイッターとかでもたくさんの方言ってくれると思うんですけど、本当にその瞬間も幸せに満ち溢れます、私の心が。なので皆さんいつもありがとうございます。
まあここまでね、ちょっと嬉しいこといっぱい語ってきたんですけど、皆さん、ちょっとまあね、困ってることっていうわけじゃないんですけど、まああんまりこういう話はしないんですけど、学校とかお仕事とか日頃行ってるじゃないですか。で、まあお昼のランチタイムあると思うんですけど、そのお昼食べた後ってめちゃくちゃ眠くなりませんか？いや、めちゃくちゃ眠くなりませんか？いや、私本当にご飯食べた後すっごく眠くなるんですよ。で、その眠気に勝つ方法、私は目薬さします。めっちゃクールなやつ、めっちゃクールなやつさして、もう目を閉じてグッて閉じてパッて開きます。そしたら割と目がいい感じに覚めるんで、ちょっと皆さんももし眠くなったらそれやってみてください。他にいい方があったらぜひ教えてください。まあでも基本的にお仕事は楽しいですよね。やりがいはありますし、会社にも本当いろいろ自由にやらせてもらっていますし、で、よく心ちゃんは今後どうなっていきたいのって聞かれることあるんだけど、そうだな、まあ今は開発と広報担当してるんですけど、いつか飲食事業にも関わってみたいなとは思いますね。食べること大好きですし、ラテアートとかカフェとか私めっちゃ大好きなんですよ。そう、大好きなので、だからそういったカフェとか飲食事業とか、関わっていきたいなぁ。あとはなんだろうなぁ、そう、ゲーム上手くなりたいです。 e スポーツのサポート事業にもやっぱ動画とか出させてもらってるので、まあ、そういう関係でやっぱゲームも上手くなっていきたいなーって。今後もでもゲームって本当に難しい、操作一つ一つが細かいの本当に、なんか上手くなるのにどれぐらいかかるんだろうって思いつつも、日々私はゲームをします、好きなので。まあそんな感じが私の将来のビジョンかな。ちょっと待って、誰か来た。恥ずかしいので今日はここまでにしますね。それじゃあみんなもいってらっしゃい。